さあ次は毎週火曜日の健康企画、岩手元気丸です。今週から2回にわたって心疾患についてお伝えします。はい、厚生労働省のデータでは心疾患はがんについて日本人の死亡原因の第2位です。中でも心筋梗塞は突然死の最大の原因とされています。この心筋梗塞とは心臓の血管内に血栓ができて完全に詰まって心臓の筋肉、つまり心筋に血液が届かなくなった状態のことです。同じように心臓の血管内が狭くなる病気に狭心症があるんですが、実はこの2つの病気には密接な関係があるんです。岩手医科大学附属病院循環器医療センターの伊藤智則教授に聞きました。でどんな病態、要するに病気の成り立ちかというと、心臓を養っている血管があって、その血管の中にニキビができてしまって狭くなった状態が狭心症です。でところが心筋梗塞はそのニキビが破れて、そのニキビのところに血の塊ができてしまって急に詰まってしまう。まず狭心症はそれ自体で命に関わることはまずほぼないんですね。でも心筋梗塞になると死亡する可能性がものすごく高まります。死亡率、病院に到着する前までの患者さんも含めて 40% の方が亡くなるっていう怖い病気なんですけど、やはり動脈硬化が原因なので、それを起こす疾患としてやはり高血圧症、あとは脂質異常症、糖尿病、あとは喫煙ですね。まあ、検診で引っかかったものを放置しないっていうことも大事なんですよね。ほったらかしに、要するに自覚症状が出にくいので、それを放置してると心筋梗塞になって初めて病院に来るというような人もいらっしゃるんですね。一度発症すると致死率がおよそ4割という心筋梗塞。厚生労働省のデータでは年間およそ4万人の方が心筋梗塞で亡くなっていますが、実はこんなデータがあります。これは全国的にもそういうデータが出てて、岩手医大のデータでもそうなんですが、心筋梗塞になった患者さんの半数は、1ヶ月前以内に狭心症の症状を自覚しているんですよね。でその症状があって心筋梗塞になっている人がいるので、狭心症のうちに心筋梗塞になる前に治療ができれば心筋梗塞の患者さん半分に減るっていうことが想定されるわけです。胸が重苦しくなる。で数分あるいは10分程度で収まっちゃうんですよね。でそういう軽い症状が多いので、それを放置してらっしゃる方もいらっしゃるんですね。このほか胸の重く締め付けられるような痛み、胸焼け、また腕、肩、歯、顎の痛みなど、一見心臓とは関係のないように感じられる症状もあります。いずれも数分から10分くらいで収まり、繰り返すことが多いといいます。でただ人によっては夜中胸が苦しくて目が覚めるっていう人もいらっしゃるんですね。それはですね、非常に危ない兆候で、そういう場合はやはり病院に来ていただきたい、すぐ病院に来ていただきたいんですね。狭心症の症状というのが心筋梗塞のもう前兆なんですね。そうなんです、この前兆の存在を多くの人に知ってもらい、前兆を感じたらすぐに病院に行くようにすれば心筋梗塞の発症を防ぐこともできますし、心筋梗塞で亡くなる人の数を減らすことができるはずというのがこちらです、日本循環器学会が取り組んでいるストップ MI キャンペーン。この MI というのは心筋梗塞のことを指します。来週はこのキャンペーンについて元気丸で詳しくお伝えします。岩手元気丸でした。